こんにちは、シバードでーす。今日はですね、ラスティーネイルに関してなんですけれども、先日ですね、96年のラスティーネイル弾いてみた動画をですね、上げたんですね。したらですね、質問がいくつか来たので、まあ、それに答える形で、今回動画作ってみました。まあ、オリジナル音源とは違う、まあ、アドリブでヒデさんが弾いてるところですね、そこをちょっと表現してみた感じです。まあ、タブをかけながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では一番最初なんですけれども、1コーラス目が終わった後のイントロ、2コーラス目が始まる前のイントロのところですね。っていう風なフレーズです。ちょっとミュート気味でハーモニクスっぽいのを鳴らすとより雰囲気出てきます。というような感じですね。で、2つ目は間奏に入る前のところのリフですね。2コーラス目が終わって間奏に入る前のリフのところ、というふうな感じでミュートをしながらハーモニクスをこちらも鳴らしていきます。というふうな感じになります。続いてはオーラスのところのアルペジオですね。これはコードなぞってます。ですね、普通に F G で C で E マイナーで F で G でというふうな感じになります。といった感じです。いかがでしたでしょうか。まあ、1本目と2本目に関しては、まあ、A のマイナーペンタトニックのスケールですね。まあ、その中でヒデさんがアドリブで動いているので、まあ、これを軸に、まあ、皆さん個々にアレンジしてもいいんじゃないかなと思います。まあ、最後のアルペジオはですね、ものすごくシンプルなんですけれども、やっぱりあの雰囲気を出すのはあの音ですよね。あの音でこうやっぱりガラッとシンプルなフレーズもパンチ力があるなっていう感じですね。音作り動画も上げておりますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。